り。あのですね、荒木さん、怪異というのはいわば物体裏なんですよ。普通舞台の上だけ見ていればいいんです。勝手が現実というものです。知らなきゃ知らない方がいいことなんですよ。むしろ怪異を知ることで知らないことが増えただけのことなんですよ。ちょっと随分話し込んじゃった。悪かったな、しくじ、一目ちまって。ああ、いえ、私はいつだって道に迷っているだけですよ。強いて言うなら荒木さんの家ってこの辺だったかな。そんなことを考えながらの散歩でした。お前いなくなったりしないよ。いつも他人の都合ばかりを考えている荒木さんが、そんな風に自分の都合を押し付ける相手って、多分私か、せいぜい白木さんくらいでのことでしょうね。私はいなくなったりはしませんよ。私がどうしようもなく困っていたら、その時は助けていただいても構いませんか。助けるよ、当たり前だろ。あのですね、荒木さん、怪異というのはいわば物体裏なんですよ。普通舞台の上だけ見ていればいいんです。勝手が現実というものです。知らなきゃ知らない方がいいことなんですよ。むしろ怪異を知ることで知らないことは増えただけのことなんですよ。ちょっと随分話し込んじゃった。悪かったな、すくじ、一目ちまって。